きょうから全国一斉に大学入学共通テストが始まりました県内ではおよそ1万4000人の受験生が試験に挑んでいますけさ静岡市駿河区の静岡大学では寒空の下受験生たちが緊張した面持ちで試験会場に向かいましたセンター試験に代わって2021年に始まった大学入学共通テストは 今年度県内では21か所の試験会場で1万4324人の受験生が試験に臨んでいますまた新型コロナの位置づけが5類に移行されたことを受け今回の試験ではマスクの着用義務がなくなり個人の判断となっています今朝は県内すべての会場で目立ったトラブルもなく無事に試験が開始されたということです今日の試験は 午前が地理歴史と公民午後が国語と外国語で明日は理科と数学の試験が実施されます。